選手が入ってきました。2019明治安田生命 J1 リーグの第13節。それでは改めて両チームのスターティングメンバー、フォーメーションとともにご紹介していきましょう。今日は J1 リーグデビューとなりますゴールキーパー吉丸、そして山根が右、まあ、中央フレイレになりましたが、またこちらを見ていきましょう。バーサイド狙ってここはパンチング、逆に抜けていく、ここは竹富がいましたが最後吉丸を抑えます。 J1 リーグデビューとなったこの吉丸です。神戸の育成組織出身、秋の早く入れましたが滑った、ここは吉丸キャッチです。狭いところを仕掛けていく山田裕貴が来る、こぼれ球松本左足、ロドリゲス拾います。ポジション入れ替えたらここは山田が入ってきましたからね、松本ですかね。そうですね、山田選手が入れ替えたつがりここに入ってきますので、ここで混乱しましたけども、中にアダユイトン、ロドリゲス、高橋翔平、大井も入ってきます。大崎がつきます、低いボール、と危ない、本当に中に入ってくる人多いですよね、吉丸でも逆動きになりましたけど、うまくよく振って対応しましたけどね、はい、田口奥はミドルシュート、触ってます。背中には俺たちがついているという、そんな横断幕もあったヴィッセル神戸。